今回は呼吸の位置についてご紹介していきます。ここでの目的は呼吸した後の握り替え、この部分をしっかりとスムーズに持っていくということが最終的な目的になっていきます。注意ポイントとしては体の外側、この外側で呼吸しないことになっていきますので、このあたりをしっかりと注意して取り組んでいきましょう。それでは練習方法をご紹介していきます。Is ball one.